ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は中国のリチウム乱獲の横暴についてお話ししていきたいと思います。近年、先進各国の産業界において極めて大きな関心を集めているのが電気自動車である EV です。当チャンネルとしては極端な EV シフトには反対の姿勢を示していますが、今や肯定的に捉えるか否定的に捉えるかにかかわらず、 EV は次世代の産業における重要なプレイヤーであると目されています。そんな EV をめぐって現在世界で最も大きな注目を集め、さらには各国から警戒の的となっているのが中国です。習近平政権の下で2015年に打ち出された中国製造2025に基づき、中国は労働集約型産業からハイテク産業への移行を進めており、その一環として電気自動車の開発と販売に全力を挙げています。その結果として中国の EV 市場は世界一の規模を誇るに至り、国内の EV 産業も急速な拡大を遂げています。そうした流れを象徴するものとして最近注目されている動きがありまして、それがチベットにおけるリチウムの採掘ブームです。中国はこれまで電気自動車のバッテリーに使用するリチウムの供給に関してその大部分を海外に依存してきましたが、アメリカとの貿易摩擦が本格化して以降は国産化に舵を切っており、主にチベットにおいて乱獲とも呼べるほどの採掘を行っています。しかし国内埋蔵量の約 85% を占めるチベットでの採掘により、リチウムの国産化という目標にこそ近づきつつあるものの、そこには様々な負の側面があることが指摘されています。今回はこのチベットで進行している中国によるリチウムの乱獲について見ていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。中国の経済というと、昨今では不動産市場の低迷に象徴されるように国内産業の不振が目立つようになっており、数年前に比べて日本で目にするニュースもそうしたものが徐々に増えてきているという印象があります。しかしその一方で中国の国内産業には未だに拡大を続けている分野も存在します。ただ国内産業といっても繊維産業に代表されるかつての経済成長を支えた業種が伸びているわけではありません。現在の中国においていくつもの車用産業と一線を画しているのは2015年に中国製造2025の中で示されたハイテク産業であり、その中でも特に近年目覚ましい成長を遂げているのが PHEV や EV などといった電気自動車産業です。電気自動車というとどうしても欧米の先進諸国において関心が高いという印象が強いかもしれませんが、中国の EV市場はすでに世界最大の規模を誇っています。中国は内燃機関車においてはかなりポンコツな車しか作れませんでしたが、精密な技術を求められることがない EV であればレアアース産出国というアドバンテージもあり、自動車産業で世界で勝負できると踏んだんですね。従来から世界屈指の自動車市場だった中国は多額の補助金や EV 優遇政策によって今や世界最大の EV 市場へとその姿を変えようとしているんですね。ただこのように言えば聞こえはいいものの、中国国内には EV 市場が拡大することで煽りを受ける地域も存在します。その筆頭として挙げられるのは他の問題でも深刻な被害にさらされているチベットです。チベットは中国国内において最も豊富な資源を有する地域として知られています。原油、天然ガス、水、どれをとってもその埋蔵量は中国の他の地域と比べて膨大で、そのために多くの中国企業が過去数十年にもわたってチベットでの資源獲得に資金を投じてきました。チベットの有する資源の中で特に多くの埋蔵量を誇るのが鉱物資源です。現在チベットには約130種類の鉱物が存在しており、鉄やクロム鉄鉱、銅などに関しては中国国内のみならず全世界的に見ても屈指の埋蔵量を有しています。そしてもう一つ、チベットで採取される鉱物資源として忘れてはならないのが
リチウムです。チベットで採掘されるリチウムは中国の国内埋蔵量の 85% を占めると同時に全世界の埋蔵量の約半分を占めるとも言われています。こうなれば国策として EV 産業の巨大化を目論む中国政府と世界最大の EV 市場を背景に有する企業が黙っているはずはありません。チベットでは現在リチウムの採掘ブームが起きており、1980年代以降に加速したチベットから中国への鉱物資源の略奪がより一層その勢いを増しています。ご存知の通り、ここ数年世界では電気自動車のバッテリーに使用する鉱物資源の争奪戦が起こっており、中でもリチウムに関しては2022年の国際価格が前年比で9倍に高騰するなど、世界各国の企業がなりふり構わぬ姿勢で獲得競争を行っています。それではなぜ各国が先を争ってリチウムの確保に躍起になっているのかというと、これはもちろん世界中の様々な国において EV シフトが起きているからです。従来のガソリン車における鉱物資源の使用量は非常に限られたものでしたが、 EV のバッテリーにはリチウムが必須であり、その使用量もガソリン車よりはるかに多いため、各国が国家単位での EV シフトの実現を目指す中でリチウムの国際的な争奪戦を繰り広げているわけです。 EV の持つ最大の特徴としてよく言われているのは、ガソリン車と比べて環境に与える負荷が少ないという点ですが、当チャンネルで常日頃お伝えしている通り、 EV はむしろ環境への負荷を低減するどころか現在よりもさらに増幅することになるという指摘もなされています。電気自動車はガソリン車と違って環境への負荷が大きい。ガソリンやエタノールを燃料として使用しない反面で、バッテリーを充電する際にはそれ相応の電気が必要となり、その電気はほとんどの場合化石燃料を使って発電されます。またこれは電気自動車が製品化され実際実際に公道を走っている段階の話ですが、そもそもそれ以前の問題として、電気自動車が製造される際にはガソリン車に代表される内燃機関車の製造地と比べて約2倍の CO2 が排出されることが分かっています。こうなってくると EV シフトが環境にいいという話は非常に真偽の怪しいものに思えてきます。ちなみにこれは電気自動車に限った話ではありませんが、リチウムをはじめとする鉱物資源を各種の産業において用いるためには、その生産過程において必ず水質と土壌の汚染が発生することになります。ですのでこうしたことまで含めれば EV シフトにはいくつもの不都合な真実が存在すると言わざるを得ません。ただ中国に限定して言えば、このような不都合な真実が存在することは全くもって取るに足らないことなのかもしれません。何しろ中国ではレアアースに関して現在のリチウムとほぼ同様の事例が何度も発生しており、その際にも国内外から大々的に批判されているんです。もともとレアアースの採掘に際しては地表を削る必要があることや大量の化学物質が排出されることなどから環境破壊や環境汚染が避けられないという指摘がかなり以前からありました。ところが中国はこうしたことを十分に知っていながら、国内の複数の地域で十分な環境対策を行わないままにレアアースの採掘を行い、その結果として国内のさまざまな地域で深刻な環境汚染が起こることとなり、中には住民が強制移住を余儀なくされる地域まで出てきてしまいました。つまり中国にとっては国家目標の実現が第一で、国内および地球全体の環境などは二の次三の次ということなんでしょうが、チベットの現状に目を向ければこうしたことが再び繰り返されるという事態は何としても避けなければなりません。チベットの域内における政治経済的な決定に関して当のチベット人が何ら実権を持たず次々に奪われていく資源が中国企業に独占されていることや、そうした過程において環境破壊や環境汚染が日夜繰り返されていることを踏まえれば、現在チベットで行われている大規模な鉱物資源の採掘は文化侵略や民族浄化に連なる新たな形の弾圧であるとも考えられます。チベットの人々を苦しめ続ける様々な形の弾圧に対して国際社会がどのような対応を行い、そしてそこに日本がどのようにコミットしていくのか、こうしたことを含めてチベットをめぐる中国の動きに引き続き注目していきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。サブチャンネルジャパンさんのお話とこの
この動画のチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルではここでは扱えない話題やニュース、本チャンネルのコメント返信、日本のすごい観光地巡りなどしておりますので、ぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。